お沼タン9月9日から1996年11月8日は日本の小説家、英文学者。本名はお沼9、日本芸術院会員。大寺さんものなど日常を題材とした小説のほか随筆の名手としても知られる。また、英文学者としても知られており、早稲田大学では文学部教授として教鞭を取った。 東京府東京市下役下屋町に、父進む、母涙子の長男として生まれる。明治学院中学部、高等学部英文化を経て、1942年に、早稲田大学文学部英文化を卒業した。後年、1958年から、母校早稲田大学文学部で教授を務めている。明治学院在学中の1939年に、千曲川二里を発表。 同小説の掲載紙を、イブセ・マスジに寄贈、後に訪問し、使と仰いだ。お互いの晩年に、交流記を、著書、清水町先生にまとめている。英文学研究の傍ら小説を書いてゆき、1954年に村のエトランジェが評価され、翌年には、四六弱のいるホテルで、芥川賞候補となった。1969年、 懐中時計で読売文学賞受賞。1974年、ムクドリ日記で平林太鼓文学賞受賞。1989年日本芸術院会員。1992年くん等曲日、中受賞受賞。1996年11月8日、肺炎のため78歳で死去。ありがとうございます。